ユーバとは東京都を拠点とする中央競馬向けの競馬新聞である。発行は中高印刷株式会社。創刊は1966年。2008年現在は競馬新聞として発行部数ナンバーワンを受賞している。兄弟誌に経由がある。なお、かつては北海道競馬版も発行していた。2010年8月7日、開催分から現行の 言う場に第五を変更した。それまでは、市場であった。本校では市場時代についても記述する。毎週中央競馬開催日の前日有告より、東日本や関西を中心に、全国主要駅売店、コンビニエンスストア、競馬場、場外カチューマ投票券発売所の新聞売店にて、販売されている。シンボルカラーは紺色で、市場時代は、 開催地をカタカナで表記していたのが特徴。成功馬研究室やバレン ABC 作戦といった看板コーナーがある。他の予想紙の多くが特定の競馬場のレースのみを全レース掲載している中、同日に開催される全レースの情報を伝える、全国紙という点も特筆される。各競馬場ごとに予想、携帯がしやすいよう分割されているのも特徴である。 発行元である中光印刷の社長を務めた竹、国広は成功の冠名を使用する中央競馬の場所でもあり、2006年の新潟ジャンプステークスを制したストーム成功、2014年のアイビスサマーダッシュを制した成功来航などを所有していた。1962年、関東の競馬新聞としては後発の勝馬が創刊した。相関時の勝馬には、 日本単波放送とホースニュース、馬で、パーフェクト予想を達成し派に乗っていた、大川慶次郎が在籍しており、大川は、新講師の勝ち馬を盛り立てるべく、ホースニュース、馬から引き抜かれたのである。大川慶次郎パーフェクト予想達成、競馬の神様に、もう参照をしかし、勝ち馬を発行する立場、株式会社の社内事情は悪く、翌1963年には、 大半のスタッフが大川と共にダービーニュースへ移籍。さらに1966年山岡事件で日本中央競馬会が外郭団体を通じて発行していたカチ馬マのしおりが廃刊になるのと前後して再び立馬社内部は分裂状態になる。この自立馬車に在籍していた竹国広が中心となって真相刊したのが市場である。 ダービーニュース歴史も参照一場は当時、関東最後発の競馬新聞として、積極的な構成をかけ、これが走行し、関東での最大シェアントに達していた、ダービーニュースの市場を切り崩すことに成功する。当初の看板評論家で、公認となった深澤五郎が使命を盛り立てたが、九百八十年、入社九年目の中堅だった、清水青春が、ラジオ日本、 競馬実況中継解説者として派遣される。1984年には清水が編集長に昇格。清水のコラム、今日のスーパーショットは、紙面とラジオ解説のコラボレーションがうまくいったこともあり、熱狂的な支持者を生むようになり、清水の名前だけで売れる状態を喪失。市場は関東の競馬新聞業界トップに踊り出た。清水は1990年代前半頃までに、 ファンのカリスマ的な尊敬を受けるなど、競馬評論家として、関東トップクラスの地位を手にした。清水青春略歴も参照また、中高印刷は2000年までに、セリトモの版元である、セリトモ状況通信社を参加に収め、兄弟子とした。2001年、清水が文筆業に専念したいとの理由で退社。2003年、JRA は全レース全国発売を開始した。 一場は開催場の全レースを掲載する全国紙としてリニューアルし、それまでの関東以北に加え、愛知県伊勢の西日本でも販売を開始した。一方、セリトモは従来通り、関東地方のみの発売として、住み分けを図った。新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴う、無観客競馬により紙版の売り上げが激減したため、2020年10月4日付を、 最後に、中京県異性での紙版の販売を取りやめ、コンビニプリント版による全国発売に切り替える。内容は従来通り、開催上前レース掲載を堅持する。放送局ではラジオ日本及び新潟放送と長年にわたり深い関係を築いてきた。ラジオ日本競馬実況中継には1980年1月から出港を始め、以来途切れることなく、 解説者を派遣する。1980年代から1990年代にかけては清水が日曜2部のメイン解説者として活躍。清水は2001年の退社にあたって佐藤直文を後継に指名した。佐藤はその後ダービーニュース出身の長谷川人志と共に同番組のエース各解説者として君臨する。また2006年勝馬の提供撤退後は 清水と親しかったトラックマンや評論家がラジオ日本に多数出演するようになるなど2016年に清水が亡くなった後も彼の影響が色濃く残っている2000年代以降はライバル神ダービーニュースの事業縮小そして撤退に伴い光景を引き受けるなどして同番組に最も多くのスタッフを送り込むこととなったまず2002年中央競馬大作戦が 朝の直前番組として生まれ変わるのと同時に日曜日を担当し佐藤を派遣。全国シカゴは関西常駐のトラックマンをレギュラー出演させる今日の関西は情報コーナーを設けた。2006年からは中京異性で行われる GI レースすべてに市場、関西の解説者を派遣するなど同番組のコンテンツ充実に大きく貢献。 2011年2月のダービーニュースの提供交番を受けて土曜2部と大作戦も正式に引き継ぎ、佐藤が土曜日曜両方の2部に出演することになった。さらに2012年11月に馬人が日曜2部の提供を交番した際にも、後継の馬、スクエアは2020年9月までメイン解説者を出さなかったため、優馬から送り出した。 無観客競馬による売り上げ減少を受けて2020年7月19日の福島開催を最後に、ラジオ日本でのすべての提供を一旦降板したが、佐藤らスタッフの解説者派遣は継続している。新潟放送では、新潟競馬開催時の中継に協賛、解説者を派遣し、展望番組、今日の狙い目勝負どころも長年提供してきたが、2020年9月6日の、 主上開催をもって提供を交番し、勝負どころも同年9月27日放送限りで終了した。番組名の特記がないものは、ラジオ日本競馬実況中継に出演。ラジオ日本土曜日曜競馬実況中継解説者も参照現在、過去、ありがとうございます。